ゴーモンがトーキーで黒のメガホンを使用している1908年の広告圧縮空気式蓄音機とは圧縮空気及び空気圧式アンプを用いて音を増幅する蓄音機である。最も初期のものは英国のエンジニアチャールズ・アルジャーノン・パーソンズによるオーグゼッタフォンである。これはブラックプールタワーの上から十分な音量で音楽を放送することが可能で、 観客席の前列にいた聴衆が立ち去って、しまうほどには大きな音が出せたと言われている。オーグゼッタフォンは、その後米国内で、ビクターオーグゼッタフォンとして販売された。空気圧増幅機は、繊細なバルブを利用して、小さな力で空気の流れを制御することで、実現される。基本的な仕組みとして、空気の流れる管の中に2つの互い違いに配置された。 櫛状の部品を使っており、片方の櫛が針の振動に応じて動き、二つの櫛の重なり具合からなる開口面積が変化することで流れる空気の流量が変化し、増幅された音として発せられる。レオン・ゴーモンは初期のトーキーにおいて、クロノメガホンという大ホールでの録音音源の再生のために設計された圧縮空気式蓄音機を使用した。 その他の圧縮空気式蓄音機としては L5 本がある。ありがとうございます。